でも少し切ない感じもするよね、花火って。そうですか。派手で綺麗でテンション上がる分、消えちゃった時なんか寂しいっていうか。ひしろさんもたくさん友達作って素敵な恋もして、いっぱい今しかない時を楽しんでね。貝崎さんは何者ですか？貝崎さん、私今ときめいてるでしょうか？あの白さん、どうしたの？自分の気持ちを確かめるのだって意味はない。意味がないのにどうして考えるのをやめられないんだろう。大人になった時、この一年は特別だったんだってまた思い返すような気がするよ。白さんは本当の俺のことを知ったらどう思うんだろう。消えてもただそれだけはほつれない。俺、白さんが